チャンネルで。スーパーコスモグループプレゼンツトラタマプレミアム。この番組はパチンコ＆スロットスーパーコスモグループがお送りします。皆さんこんばんは。ABC アナウンサーの高野純一です。トラ番組の ABC ラジオがオフシーズンも阪神タイガースを応援するトラタマプレミアム。 今夜は梅野龍太郎選手のインタビューをお届けします開幕カードは3試合スタメンマスクがす、ね、べて変わるなんていうスタートだったんですけども梅野選手、そこから主戦捕手になりただ脇腹も痛めたりとねいろんなことがあったシーズンだったんですがどう振り返ったんでしょうかこの後たっぷりお聴きいただきます。虎の心 <music> AM1008、AM FM933 の ABC ラジオからお送りしていますトラトマプレミアムお待たせしましたそれでは梅野龍太郎選手のインタビューです梅野龍太郎選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは特別なシーズン、はい、お疲れ様でしたお疲れ様でした例年と違いすぎてびっくりしました終わってみたらもう6連戦6連戦がずっとありましたけどどうでしたいや6連戦6連戦はまあまあ シーズン通りなんですけど、うん、13連戦ああ 2>, 2回ちょっとあれがもう終わりがないように感じましたね <laughs> 2>, <laughs> 2週間ちょっとずっと仕事しっぱなしっていうのはきつかったですねそれはあれですか体がきついですか他にもきついこといや体もきついですし今年はもうコロナのあ,のあれでホテルからも出られませんしあ<ー>まあコンビニの行きはいいぐらいですけどその モチベーションというか、ストレスをこう吐くところがない、そこがきつかったですね。はあ、なんか、気を休めるものとかあったんですかそのリフレッシュしたりとか、それこそストレスをこう減らすようなっていうのは、なんかやってたんですかいや、なんかあんまり、もともとテレビ見ない派だったんですけど、テレビをつけるようになりまして、<laughs> <laughs> プラス、あの、 たしなむ程度ですけどお酒を1人で飲むようになりましたねビジターだけは。こ<ー> <laughs> れぐらいがまあ楽しみというか<え>気持ちよくななって寝るぐらいな <laughs> 前向きに捉えるならちょっと渋くなったという感じでね,ね <laughs>。本当にいろんな意味で大変だったと思うんですけども、えー、今シーズンの,そのグラウンド上のご自身の成績であったりとか、まあ、チームも含めてですけどもその辺りはどうでしたか そうですねチームの成績としては、まあ、2位っていうことに関しては2位、3位、4位まですごい詰まってたんで B クラスの可能性もあった中では、まあ、2位で終われたっていういいところもあれば1位との差、うん、まあ優勝を目指す、えー、自分たちの,この、ね、モチベーションからやってこんだけ差があるとやっぱきついなと思ってこれだけの差っていうのはなかなか後半埋めることができなかったまあ近づいても まだまだだなって思うシーズンだったんで悔しい思いが強いシーズンでしたけどねうん、まあ、キャッチャーとしてねジャイアンツと対戦してて何に差を感じましたかああやっぱ、えー、数字に出てるように失策数ミスで点が入る入らないってよりもやっぱ流れですよね流れを渡してしまうと押されてる感じがねやっぱ守ってる時にする時もあれば作戦でね いろんな、えー、ミスが起きているからこそそこにつけ込むような采配をされてやっぱり選手がねこう攻めるに攻めきれないっていうような戦い方が続いてやっぱそういうところがやっぱ接戦ものにできてないなっていううちの弱さでもあったのかなと思い返ししてみたたらありましたねうーん開幕カードはスタメンマスクがね3人変わってっていう風なスタートからまた主戦星にっていうところもありましたけども、はいはい、個人的にはいかがでしたか 個人的にはもちろん自分がねずっと出てるからこそ自分のプライドもありますしなんとかこうま取り返すっていうような気持ちからスタートしてまそこからチームもなんかいいように自分の中ですよこれキャッチャーとしての自分の中で借金8までいってそこでチームがやっぱりこう不安というかそういうところに立たされてそこで持ち返すっていうね そこ力を出さないとなーって思いながらやっとこう借金8を返した時には自分がね手で出てたんでまあそっからがスタートだなーと思ってなんかそういう日々を悔しい思いをしながらやってたのを思い返しますねあの勝ち星をこう重ねてた時っていうのはなんかこうチームとして変わるきっかけとかなんか雰囲気の変化っていうのはありましたそうですねまあ 前半戦、そのきつい中まあ西さん含めみんなでミーティングしたりまあね初めて言いますけど球児さんに部屋に呼ばれて球児さんと二人っきりで熱い野球談話をしたりとかまあそういうことでチームをこう盛り立てるというかっていう気持ちがあって自分も前半戦ね出てる時に成績が良かったなんとか引っ張んないとなっていう気持ちがねそのまま。 結果に現れたんじゃなないかっって思って思ます、うん、その時き、球児さんからはどんな言葉かかけてもらったんですかやっぱり、まあ、選手会長もしてますし、自分が思うようなことを思いっきりしたらいいっていうふうに言われて、あこれ言ったらダメかもしれないなじゃなくて、自分が思,える思ってることをやっぱみんなに伝えて、それがいい方向に、えー、チームがなっていかないと、なんかどっかで打破しないといけないから、糸原と2人で。 引っ張っていけっていうふうに言われてそういう話があって少しずつ個々チームが上昇してていったのかなって思いますねあの若い時から、まあ、球児さんに温かい言葉も厳しい言葉もかけてきてもらったと思うんですけど、うん、そんな先輩からその苦しい時にね2人で話して声をかけてもらったって大きいことですよねいやもうその2人の時間っていうのは球児さんがこう引退されて最初で最後だったんで。 それぐらいやっぱ球児さんにが残してくれたものっていうのは自分の中でインパクト強いですしまあ今後そういうものを背負ってねえやっていかないとまあ未来優勝はないなと思ってるんでまあそういう甘い世界じゃないなっていうのをまた改めて感じましたねー改めて球児先輩は、はい、えどんな存在でしたかいやけど厳しかったですやっぱり勝負の厳しさを知ってるからこそどんないいプレーしても 甘えないというかそういう球児さんを見てるからこそあのすごい説得力というかいろんな話をしてなんか納得する部分がすごい強かったですね先輩で言うと脳み通しもチームを去ることになってしまいましたけども、はい、ずっとね共に汗を流してきた先輩ですが。寂寂しし、ね、しいいでですすね シーズンね、まあ、そういう最後のタイガースを去るってところでバッテリーを組ませてもらって、すごいこう思いが詰まった登板をね今でも忘れないんですけどもちろん、けどやっぱり教えてもらった、ああのいろんな言葉を残してもらった、本当に一番の先輩だと思うんで、まあ、そこに関しては能見さんの思いってのをまた引き継いで、タイガースでこれ、優勝しないとなって思ってますよ。 涙がねっ残ってます、はい、見投手の姿もそうですけどす、ね、まあ感極まったというかまあ自然とねもちろん泣きたくて泣いてるっていうよりもやっぱ自然と自分がねこうお世話になったっていう思いも強いですし、まあ、最後にね1-0でね最後の試合もうあんな緊迫した場面で俺出すなよとかおわんで言ってましたけどけどそういうものがやっぱなんかそういう ものでゲームを締めれたからすごいこう余計嬉しかったですし最後の能見さんの意地ってのをねまた今後やられるかやられないかは別としても最後の意地ってのをね本当に見せてもらったなって受けて。 としても本当に嬉しかったですね,ね、えー、もう本当にね聞きたいことは盛りだくさんなんですけど1つシーズンの終盤で、はいえー、あれは11月の大逆転したゲームだったと思うんですけど、はい、梅野選手が勝ち越しホームラン、はい、放って、はい、その前ちょっと打撃面でも、まあ、苦労してる部分もあったんだなんて話も聞いてあのご自身いろんな工夫もされてたと思うんですけどあの、まあ、前後じゃないですけどあのホームランまでの。 ちょっと経緯っていうのは教えていただけますかそうですねあのー、まあとにかく試合後室内でずっとバ,ーバッティングに関しては納得いくまで常に打って帰ってましたねまあやっぱそういうことまでしないと何か何かにあの捕ま,捕まっとかないと不安で仕方なかったんで けどやっぱそういうのが返ってくるんだなって思いましたね、いい意味で、はい、ま細かなところを試合後チェックしながらこれだっていうねしっくりくるものが少しずつこう見えてきて最後、ああいう風な形になった、まあ、気持ちもそうですけどね気持ちもやってるって気持ちが一番強かっ,たってああいう無心で打てたっていうのは今でもなんか覚えてないぐらいな感じですけどね。<laughs> さあ来年に向けては 梅野選手、背番号が2 2ににななりりまますすすそうですね、はいー、九州出身ですから憧れの城島捕手と同じ番号になるわけですけども、はい、改めていかかがです球団の方から話をいただいてそこからあの返事まで結構時間ぎりぎりまでかかったんですけどちっちゃい時からそうやって見てて目に焼き付いてるこの背番号2そしてまあ最高峰であるこのプロ野球の舞台で。 1まあ一桁っていうのはね、44っていう愛着はありましたけど、この1桁になるっていうのは、もちろんいい意味でチームの顔として、そしてまあいい責任感を持って、この2番でリーグ優勝、日本一になれるように、戦っていきたいなと思ってますけど今ね、あのー、優勝という言葉も出ましたけども、改めまして、えー、来シーズンに向けて、リスナーの方へメッセージいただけますか。 そうですね、まあ、この2020年は、まあ、本当に、ね、大変な、まあ、皆さんも、ね、大変な時期を送りながらでも自分たちも、えーまあ、スポーツ選手として、ね、元気を与えられるようにと思いとにかく一生懸命自分自身は、ね、多少の怪我はありましたけど、まあ、その怪我をねの悔しさとか出場機会とかいろんな意味の、えー、を含めて来シーズン 個人的にはまたキャリアハイを目指して頑張っていきたいですしもう自分にね、えー、もう8年目になりますけどあと残されたものはねリーグ優勝、日本一っていうのはね、まあ、この先輩たちから、えー、いろんなこう引き出しをもらった中でそれを出し切って、えー、嬉し泣きしたいですね、最後は。いい予報を過ごしてまた来シーズン期待してますの、ね、で、はいはい、ありがとうございました。 はい、梅野選手のインタビューをお聞きいただきましたが藤川球児さんの裏話すごく良かったですね、本当に若い時は厳しい言葉をを、ね、よくかけてもらってたそうなんですよ、そんな先輩からシーズン中に呼ばれてお前がやりたいようにやっていいんだ。ね そういう風うにチームを引っ張っていいんだっていうことを言ってもらったっていうのはね本当にすごく嬉しかったと思うので、まあ球児さんであり、そしてノミ投手であり、先輩の思いを引き継いでねタイガースで優勝という素晴らしい言葉もいただいたんで我々も来シーズン本当に期待しています。来週は岩倉裕太投手のインタビューをお届けいたします。月曜夜九時からの虎頭マーフレミアムどうぞお楽しみに。この番組は。 パチンコスロットスーパーコスモグループがお送りしました。